セブンアイホールディングス、伊東洋華堂株式会社、伊東洋華堂は、関東、東京地方を中心に1 9都道府県に、総合スーパーを運営する日本の企業。セブンアイホールディングスの子会社であり、中核企業である。社名は、伊東洋華堂であるが、店舗名では、伊東洋華堂 A ドでは、伊ト洋華堂と表記している。上場していた頃、 証券市場では、図洋歌と表記されていた。社名の頭文字をとって、図称している。出店方針としては、セブンイレブンと同様に、ドミナント戦略をとっており、店舗の半数以上が首都圏4都県に集中する。一方、西日本の店舗は少ない。全国展開を優先しているイオンやかつてのダイエト、対照的である。また、レールサイド戦略を採用しており、 首都圏の近郊から郊外の駅前に店舗が立地していることが多い。また、セブンイレブンで展開しているプライベートブランドであるセブンプレミアムの一部の商品を取り扱っている。北陸三県都市国地方、九州、沖縄地方には2019年5月時点で店舗が存在せず、新潟県にはかつて直営店舗が存在したが、現在は株式会社マルダイ運営のマルダイ。 新潟店一店舗の展開である。中国地方には店舗が存在したが、これまで最西端の店舗であった福山店が泉に営業上とされたため、現在は加古川店が最西端店舗となっている。なお、泉は福山店譲り受けの際にセブンアイとの間で業務提携を結んでおり、西日本を中心に店舗展開する泉とは相互に、 店舗網を保管する関係となっている。2021年3月現在、丸ルの運営する店舗を含めて、日本国内に133店舗を展開している。小型店舗では、食料品と日用品のみを取り扱う。また、新百合ヶ丘エルミロードのテナントである、新百合ヶ丘店は、医療品及び重関連商品を、伊藤洋華堂が取り扱い、食料品については、 小田急商事が運営するスーパー、小田急オックスが取り扱う。2021年に閉店した田無店では医療品のみを取り扱っていた。また、かつては長野県中南新地方の伊東洋稼働で地元スーパーアルピコグループの食品スーパー、デリシアとの共同出店をしていた。2010年代には食品主体の小型店、伊東洋稼働食品館や、 ディスカウントストア、ザ・プライスも運営していたが、2020年6月1日に関連会社のヨークへと譲渡した。独立系企業だが、三井財閥系の流れを持つ三井銀行と縁が深い。2005年には、ショッピングセンター開発会社、株式会社モール SC 開発を三井物産と共同出資で設立し、従来あまり注力していなかった。 大型ショッピングセンター事業を本格展開、アリオとして各地で開業しており、各テナントとして伊藤洋華堂が入居している。2020年に創業100周年を迎えた。伊藤洋華堂の起源は名誉会長、伊藤正俊の母親、伊藤幸の弟にあたる吉川敏夫が、東京市浅草区に洋華堂洋品店を1920年に開業したことに遡る。 名称は吉川が羊年生まれであることと、当時銀座で繁盛していた日華堂の花の字から命名した。この洋華堂は後に繁盛したため、吉川と十四歳の差がある伊藤譲が手伝い始め、浅草、千住、小木久保に三店舗あるうちの浅草の一点を乗れん分けする。譲の弟、伊藤正俊は、進学や就職、陸軍学校への入学などを経て、 ユキとともに、足立区戦寺で、洋華堂の事業を再開する。1946年には、マサトしも、職場を退社し、この洋華堂を手伝うことになる。1948年、ユズルが、合資会社洋華堂を設立して法人化。1956年には、機関自然息の持病を患っていた社長のユズルが、死去し、マサトしが経営を引き継ぐ。 初代ロゴ1958年株式会社洋華堂に移行。1971年3月1日に株式の額面変更のために川越倉庫株式会社設立から解消した株式会社伊藤洋華堂が株式会社伊藤洋華堂を吸収合併した。鳩の図柄のコーポレートアイデンティティも同時に採用した。なお、 当時のハトマークを使用した洋稼働と称する医療品店も同じ証券にて昭和末期過ぎまで存在した。1970年代からは提携路線の強化に伴い札幌市の山のテストアート札幌松坂や栃木市の朝日商事、長岡市の丸大、平塚市の大熊と相次いで業務提携を行ったが、それら企業に対して牙を剥いたという世評があったという。 この法人による事業が長く続いた後、旧法人と持ち株会社の資本関係的成果のため、旧法人が会社分割を行い2006年3月1日に当社が設立、旧法人のほぼ全ての事業を承継した。GMS の中ではトップの利益率だったが、2003年度、2004年度、共に伊東洋稼働本体の売上高、営業利益がイオンに抜かれた。 また、子会社だったセブンイレブンジャパンに収益力、株式地価総額で逆転されていた。グループ全体では依然として流通業界トップの売上高、営業利益だったため非常に買収の標的にされ、安い状況にあった。この時期は同様の状況にあった日本放送がライブドアによる買収の標的となっている。これらの改革として2005年9月1日に、 セブンイレブンジャパン及びデニーズジャパンと共同でセブンアイホールディングスを設立し持ち株会社参加でそれぞれ対等な子会社となったこれによってセブンイレブンからの配当収益が受けられなくなり単独での収益改善を迫られることとなる当時の最高経営責任者である鈴木敏文はこの経営統合は伊東洋華堂の改革のためだと 持ち株会社発足時の会見で述べている。2005年をもって屋上広告塔や看板、チラシなどのハトマークがセブンアイのロゴに置き換えられたが、2010年代後半に入ってからはチラシ右下のロゴ部分がセブンアイのロゴからハトマークに再び置き換わっている。さらに2017年になると東京都大田区の大森店を皮切りに 店舗のメンテナンス時などにハートマークを再使用する動きが見られるようになった。1997年11月、伊東洋華堂海外支店の第1号として、中国家、誠貿易発展集団講師との合弁で、生徒伊東洋華堂、春広支店がオープンし、ついで、北京市にも進出した。2015年10月現在、中華人民共和国北京市に一社五店舗、 四川省成都市に1社6店舗を展開している。2005年の中国における反日活動の際に店舗が被害を受けたものの、現地人などから腐った商品が陳列されていないという理由から人気が高い。1店舗あたりの年間売り上げは約80億円と国内店舗に肩を並べている。 生都市の店舗においては2008年の四川大地震の翌日には直ちに開店し、食料品や生活用品などの物資の発売を再開したことにより、市政府から表彰を受け、市民の信頼を獲得している。そして2号店のソークスの起点は、日本国内店舗を含めて売上第1位を誇っている。なお、中国の店舗は、伊東洋華堂、伊東洋華堂として、 日本国内の店舗のように、セブンアイのロゴではなく、ハトのロゴが掲げられている。2021年3月末実現在、日本国内232の店舗と、マルダイの運営する、伊東洋華堂丸ドマルダイの1店舗がある。この内宮城県の伊東洋華堂石巻明けぼの店は、子会社の三営と共同運営を実施している。グループ企業、 佐藤9日堂の屋上看板を掲げた伊東洋華堂カスカベ店。ありがとうございます。